いた、ここはいた。イベント進めようかなと思いますけど、なんかね、何か売ってるんだよな。そう、この子なんか売ってんだよ。6000円。じゃあ。貧乏キャラ。うん、ココアボム。これ、どういうやつなのかわかんないけど。これだよね、これ上のやつね。だボス戦で使ってみようかなっていう感じですね。わ、毒をつきだ、毒をつきだ、こいつ。あ、狙われてるぞ。何やってんだ。さあ、これやりますかね。なんか裏で何かやってたんですかね。さあ、今回は誰が手を貸してくれるのか。あ、いるね、みんないるね。あれでもアシュリーいないね。それ次回かな。姫様いるんですかね。どうなんですか。てか向こうは多分に、いや違うか、向こう日本だと思ったけど日本じゃないね多分ね。そうだよね、これね台湾のゲームらしいから、いないか、いないのかもしれないな。え、王族ってもういないもんね多分。台湾の歴史知らないけどさ。いや、それともあれか、日本だったりするのかな。どうなんだろうな。なんとなくね、キャラクターの名前とか、あの、日本人っぽいような名前意識してるようなとこもあったりするから、もしかすると日本なのかもしれない。どうなんですかね。わかんないな。ね、普通になんかに、あの、日本のゲームなんじゃないかなみたいな、そんな違和感ない感じですよね。やっぱりこう意識してるのかな。うん、え、またいいのかな。またそういうの見られるのかな。後ろ何か書いてある。 KRNDEI って書いてある。わあ、いる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 。いるわ。とりあえず進められるとこまで進もう。うん、あ、またなんか前回来た子で街中を出歩けるような。街中は普通に出歩いて、あ、なんか、え、色が、なんか似てるね。なんか似てない。なんか似てるよね。色がなんか変な気がする。なんか溶けてないかい。あ、ヘックスキャンセルって書いてある。ダメージ大したことないな。あ、なんか似てるから。あ、でもよく考えたら耳はこうウサギだし、2人を足して2で割るとこんな感じかもしれない。あ、またこいつか。あ、ダメだ、やられた。え、これどっからなるんだろう。よし、
じゃあこれ回復入れて、150ダメージすごいな。回復するか。回復をここで入れる。なんかなんか大きさ違うよね。どうなってんだろうな。こっちが小さいのかな、それと向こうが大きいのか分かんないけど、大きさ直った。こっちが小さいのか。これ避けづらいな。なんだ。よし、倒したこういう時に限って外にうるさい車が止まっているこの音入っちゃうよな、きっとな。ボム使ってもよかったな。でも多分普通の打撃の10倍ぐらいの威力ありそうですね。ところで見るって誰なんですかね全然わかんないんだけど、確かパート1から名前出てきたけど、それが何なのかわからないですよね。高原ってどこだっけ。極光の雪城、名前合ってる。あ、水族館でも、水族館、水族館って書いてあるね。あ、水が張ってあるところですね。でもあの水中でダメなんだよね。なんかアイテムあるのかな、水中でみたいな。長寄るのっていうとこ知らないですね。とりあえず現状ね、あの雪女みたいなやつがいるんですよね。それ行ってみるか。でこれボムのゲージゼロになっちゃうんだよね。意味わからない。ターミナル選択するだけボムがね暴発するんですよ。でこの上になんかアイテムがあるっぽいんだよな。あー、敵増えたな。よし、この右行ってないんで、まずそこ見ようか。アタックアップだ。あ、よし。あ、そうか、氷溶かせるんだったんだっけ、そういえば。じゃあ行ってみるか。これ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 。これね、すごい強いんだよ、こんな見てくれしてるけどさ。クマさん。変わった響きの名前ですよね。そうだ、こんなやつだった。
当たってない、当たらないそう、飛び跳ねるな。水中になった。ちょっとボム使ってみるか、どのくらいダメージ取るか。まあまあですよね。なんとなく当たってない、なんとなく当たってないあ、当たっちまった。回復入れた方がいいかな。入れるか、しょうがないから。水中だものこれ。うわーっと、そんな技を。こっちだ。これどうしようもないね。これ遠くにいないと ダメってことか。やめても、あとボムで決まるじゃない。あと降りてきたら決まるじゃないか。あー、逆逆逆よしよし、まあでも決まったな、よかったよかった。え、ちょっと勘弁勘弁あ、リタさんの妹さんなんかな。ニクシー、直球な名前だね。多分水の中にいるんだろうなと。よーし、倒した。これ倒せなかったんですよね。多分倒せるようになってましたね。これは、なんだ。ウォーターオブ。あ、水中でも地面動ける。これですよ、欲しかったのは。この下、帰り道っぽいんだな。うん。あ、やった。よし。じゃあ、一旦引き上げようか。さあ、じゃあまず、あ、ケーキ1個はなんとかなったのか。あと、ウォーターオブ強化できるね、これね。あ、水中での被ダメージが、あ、水中での攻撃のアップっていうのもあるな。これ両方とも、うん、ボム買えなくなったけど、どうするか。念のためお金貯めますか。お金貯めてきたんでね、こいつを。これ役に立つね。お金も買ってきました。違う、お金を貯めてきた、ボムを買ってきたということです。で、どこだっけ、雪原。そう、雪原ですね。雪原のあたりで、まだ探索十分じゃないんですよね。この左行けるんだよな。っていうか行ったんだよ。この左がさっきのところ通じてるわけですよね。この左もそう。で、水中で移動がたやすくなったのと、あ、イベントがある。あら、さっきの、うん、雪山の上にいるんだ、うん、下じゃないんだ。
上なんだ。なるほど。あーなるほどね、そこだ。じゃあ逆にこの下何があるのかって、こうなってると気になってくるね。なるほどなるほど。どうする、とりあえず。あ、でも水族館には誰かいるんだよね。そうだよな、どっちが先なんだろう。まあいいか、まあ、ついでだからこっちから行きますかね。これか、これ新しいエリアに繋がったのか。弾幕すごくない？これはアイス売ってるのか。上ショートカットじゃないか。すごいことになっている。まあ爆弾置いておきましょう。ん、来てよかった、ヘルスアップじゃないか。よーし、最大 HP アップ重要だよね。あ、こんなところに道があったのか。そこバネか、下戻るだけなのかな。あ、なんだあれ、え、マンドラゴラじゃねえあれ。マンドラゴラ発見、スーパーキャロット、なんだこれは。効果、なるほど、無敵時間があるのか。ん、それはまた、そうだよね、これ偽物だろ。で、昔のボスの再生版だから、そんなに難しくないのではないかという気はしている。なんかやる気だ。ちょっと避けづらい。発泡スチロール分解した時に出るみたいな感じの。なんか当たらなかったみたいな感じなんで。なんかうまいこと当たってないですけど。当たっちまった。このままでも押し切れそうではあるな。よーし、やった、一回でいけた、いけた。アイテム消費なしで。生き霊かな、生き霊かもしれないね。ここは何もなさそうだな。この下も降りるっけないのかな。あ、なんかある、なんかある、なんかある。やった。あ、なんかある。数の子。やった。ゴールドキャロット。あ、HP を 100% 回復。普通の人参よりも美味しい。なるほど。そんなのあるんだな。でも、貴重品じゃん、これ。これが帰り道か。で、この右がボス。それ、取っちゃっていいのか。見た目そっくりだね。見た目っていうか、服装も、そっくり。こう下も、また履いてないんじゃないかっていう気が。目つきはおかしい。酒飲んでんじゃない？目座ってんじゃない。うん、メタ発言。あ、これゲット。
妹の方が強いパターン。あーと。あ、飛び上がった。そう、MP がない。空打ちしたな。なんか捉えどころない敵だな。今回はちょっと強いぞ。うわー、ばらまいてるな。回復取るか。怖え。よし、降りてこい。じりじり付き合っていく。これはなんだこりゃー。お、うわ、ダメだって。よしよし、あとボムで決めてやる。え、出てない出てない。よし、もう一回じゃなくていい。このままいける。よし、どうぞ。よーし、いいぞ。最小限の消費でいけたんじゃないか。ニクシーっていうから水の中にいると思ったよね。そっくりだ。すごい音。ボム使ったからね。でボムじゃとどめさせないみたいだね。なるほどね。マンドラゴラだきっとね。やばい成分が含まれてるんだねきっとね。あ、やった。でもこれで2人確保したってことじゃん。イベント進むかもな。やったね。いやでもウサギなら大丈夫なんじゃないかな多分。無責任。よし、進むみたいだよな。でももうちょっと探索したいなっていう気が。あ、やった。うん、罠アップだったか。この下ですね。そこでアイテム以前取った。この下でメッセージが出て進まなかったんだよな。うん、普通にこういい感じで移動できるようになってますね。あ、氷の地形を破壊できるようなアイテムを入手したんですよね。ファイアオーブっていう。
これ新しいエリアか。うん、とりあえず上にも左にも行こう。下にも行けますね。どうする。右上になんかあるな。まあここまではいいとして、こいつを取る。ちょっとこれかなり計画的にいかないといけないぞ。まあそこ上に乗るべきだよな。それアタックアップがあるってことよね。うん、ここに乗る、ここに乗る。ここまでいいね。うん、こうここに乗る。あとはよし、いけた。これ結構強化できたな。あ、よし、ボスいた。頭すごい、かわいいウサギと妖精。歌のお姉さんにお願いがあります。やった、かわいいなこの子。うん、あ、珍しく協力的な子だね。うん。あ、ほんと。水着。水着だなぁ。ハンマーの出番ですね。意味がわからないけどさ、ぶっちゃけ全然意味わからないけど。ちょっと、これどうやって置けんだろうね。見えない見えない。こっちも上まで行かないといけないのか。くそ、なんて。くそー、ダメ、当たってない。くそー、なにー、こういうことかー。ダメだー。当たっちまう。これが歌の練習だというのか。柱道険しいなこれ。
まだ貯めてるからな。届かない。ボム食らしてやる。よーし、死ねー、当たってない。やった、倒した。うわー、これはまたけしからん。けしからんな、これはけしからんな。でも構図的にちょっとこれは、ね、構図的にこうサムネにするのは難しいかなっていう気がするんだけど、こう無理やりサムネしてるかもしれない。話を全然聞いていない。地上で書を開く。阿鼻叫喚なんじゃないの。何か起きそうだね。楽しいボスだったな。見た目も結構好き。よし、そしたらちょっとこの辺を回ってないところ回ろうか。よし、セーブまで来た。あ、イベントがあるか。何したの。泣いている。水のないとこは苦手。水に入れてあげた。ほんと、多分皮膚呼吸とかなんだろうな。ちょっと待って、新しい目標、西川ゲートは獅子に会う。あれ、瞬間移動された。川の中入ってるじゃん、そこ大丈夫。あ、え、浮きをつけてる。あ、そうか、普段水中の中にこう沈んでるから浮き上がないと浮けないんだ。水中にいる気分になれる。気分の問題か。歩けるんだ。あ、歩くために必要なんだね。本当かよ。今結構哲学的なこと言ったよな。いや、ショーを始めたらみんなで。そうだよね。え、ちょっとボスじゃないよね。あ、いや、ボスですね。アイテム買ってくるべきだったね。どうする、今回棒もないですよ。買ってくればよかった、お金あるんだからさ。うん、危ないじゃない。みんなでも人のこと言えないと思うよ。うん、あともう少し。近寄るな、近寄るな。くそー、アイテム使うべきか。でも今使えない。やまないと使えない。よし、
うん、前衛的すぎる。アバンギャルドだね。わかった、やる気ないんだね。アイテムで回復、よーし、やってしまうんだ。あともう少しだ。あー、死ねえ。うん、とんでもないイベントだったね。なるほどね、ショック療法だね。本当かな。なんかいいことをしたんじゃないかな、多分今回は。大丈夫だね、肺呼吸もできるみたいだね。なんか楽しいイベントだったね。うん、よし。あ、スーパーキャロット、クールタイムマイナス 20%、 チャージ時間マイナス 33%。 一応これ買っとくか。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。